平野の仕様の自由なダンスに、岸優太とジング優ジが振り回される。ナンバー、アイの、ビートで頭皮がコミュニティに与える社会的影響とは、こんにちは、ダンスと笑いの融合が話題を呼んでいます。NHK の、メヌー101、公式 X、旧ツイッターが、ナンバー、アイの、ビートで頭皮、ハマイク、踊ってみた、動画を世に送り出しました。3月2日の生出演で、番組 MC、 ハ家イ和、タカカズ、カと生田恵梨香が、キシユタとジング優ジユタと共に、センターの平野志陽と共に繰り広げたユニークなダンスパフォーマンスに、ファンの期待は高まっています。この動画では、キシユタとジング優ジユタのダンスに、平野志陽がどのように絡んでいるのかが注目されています。序盤は平野が決め、ポーズで動かず、二人が気にする中、急に二人の間を割って前方へ、彼の自由な動きに、 周囲は戸惑いながらも笑顔が絶えません。そして、最後の最後に、再び前に飛び出し、神宮寺に止められる一幕があり、ナンバー、愛らしいユニークな雰囲気が全開となっています。コメント欄には、みんな可愛すぎ、紫輝くん自由すぎ、笑いといった声が殺到。番組では、かっこよく新曲、ゴートを披露したことから、ゴリゴリに踊ってた人たちはどこへラブューというギャップ萌えの声も飛び交っています。一方で、 この動画がコミュニティに与える社会的な影響にも注目が集まっています。平野志耀さんの全力でふざける姿勢と、岸優太さん、神宮寺優太さんとの仲良し感満載の様子が、ファンを笑顔にするだけでなく、ダンスやエンターテインメントの新しい形を提示しています。ダンスは単なる芸術だけでなく、コミュニケーションの手段としても広がりを見せています。 平野ノシさんは他のアーティストとは異なるアプローチで楽しませてくれる存在であり、岸優太さん、ジングージユタさんとの信頼関係がこの新しい形のエンターテインメントを支えています。この動画を通じて、平野ノシさんは常に新しいものを模索し、挑戦し続けていることが伝わってきます。時折5歳児になる姿勢もファンを微笑ませつつ、ジングジさんには大変な面倒を見てもらいながら、 三人の個性が見事に調和しています。彼らの笑顔と楽しさが、視聴者にもポジティブなエネルギーを与えることは間違いありません。全力でふざける平野陽さんと、仲良し感満載の岸優太さん、神宮寺優太さん。彼らのエネルギーはまさに、ゴートのようで、新しいエンターテインメントの地平を切り開いていることは言うまでもありません。ダンスの力で笑顔とポジティブな気持ちを共有し、一緒に楽しむことができるこの瞬間は、 ファンにとって最高の贈り物となっています。